2023年、韓国経済は危機を迎えてるわ。この動画はその経緯をリアルタイムで、特集していくわよ。解説や分析は韓国経済を、15年前から見取っている専門家の、ジンボルトにお任せよ。応援とチャンネル登録、メンバーシップへの参加もよろしくだぜ。それと、最後まで視聴してくれよな。私たちのバイトは順調だぜ。それでは、タイトルを読むわよ。対中半導体規制、米、AI 半導体の対中輸出に、新規制検討イコール関係金、韓流収入、27ヶ月ぶりに減少。では、記事のツッコミを読むわよ。対中半導体規制、米国における中国への、半導体規制。これがさらに AI 半導体の分野にも、拡大する見込みだと。ウォール、ストリート、ジャーナルが、報じている。確かにこの先、AI では高性能な半導体が、使われることに、なるのは一目瞭然だ。しかも、AI は様々なイノベーションを、引き起こす可能性が高い。こちらとすれば、代わりにエア画像を描いてくれるだけで、すごいと思うのだが、実は作曲も AI で、作ってくれるそうだ。この先、AI がどのような進化を遂げるか楽しみだが、それゆえに高度な AI が戦争に利用される懸念は高まるだろう。そういったことを考えれば米国が対中輸出に AI 半導体の規制を検討するのは当然の流れかもしれない。では、冒頭から見ていこうか。ここの引用は私が読むわよ。米バイデン政権は、競合諸国の手中にある人工知能 AI 技術の威力に対する懸念の高まりを受け、中国への AI 半導体輸出に対する新たな規制を検討している。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。関係者によると、米商務省は、米半導体大手 NVIDIA などの半導体メーカーが、中国などの懸念国の顧客に半導体を輸出する場合、事前にライセンスを取得せずに製造したものについては、早ければ7月上旬にも輸出を阻止する可能性がある。この措置は昨年10月に発表された。輸出管理措置を成文化、拡大化する最終規則の一部になると見られるという。ここから突っ込みに戻るわよ。このように米国の半導体企業が中国などの懸念国に半導体を輸出する場合、ライセンス取得が必要になるそうだ。しかも、ライセンスがなくて製造したものは、早ければ7月上旬にも輸出を阻止する可能性とか。これは NVIDIA やアドバンスとマイクロ、デバイセズ AMD 製などが急落してもおかしくないよな。実際、今朝のダウを見れば半導体株が急落していますが。では、記事の要点を整理していく。前半は米、AI 半導体の対中輸出に新規制検討。後半は、韓流収入、27ヶ月ぶりに減少。理由は対中関係悪化の影響とか、そういう問題なのか？記事の要点や引用はマリサの担当よ。おう。任せておけ。記事の要点前半。1、この動きは、中国による AI 能力の開発をさらに阻害する可能性がある。昨年には、NVIDIA 及び、同様アドバンスと、マイクロ、デバイセズ AMD 製の最先端 AI 半導体の対中輸出が制限されている。NVIDIA はこの動きに対応するため、商務省が示した性能要件を、下回る AI 半導体 A800 を中国市場向けに製造した。A800 はデータセンターで AI 計算に広く使われている A100 に代わるものだ。商務省が検討している新たな規制は A800 であってもライセンスなしでの販売は禁止するものだと関係者らは述べた。NVIDIA はコメントを控えた。AMD は今のところコメント要請に応じていない。に、関係者によれば、バイデン政権は中国の AI 企業に対するクラウドサービスのリースも制限することを
検討している。これらの企業は先端半導体の輸出禁止措置を回避するために、同リースを利用している。半導体メーカーがバイデン政権に、対資新規制の見送りか、緩和を引き続き求めているため、この規則の導入時期はまだ不透明だ。関係者によると、バイデン政権は中国政府の反発を招かないよう、7月上旬に予定しているジャネット・イエレン米財務長官の訪中後に導入する可能性が高い。3、米バイデン政権は、競合諸国の手中にある人工知能 AI 技術の威力に対する懸念の高まりを受け、中国への AI 半導体輸出に対する新たな規制を検討している。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。関係者によると、米商務省は、米半導体大手 NVIDIA などの半導体メーカーが、中国などの懸念国の顧客に半導体を輸出する場合、事前にライセンスを取得せずに、製造したものについては、早ければ7月上旬にも、輸出を阻止する可能性がある。この措置は、昨年10月に発表された輸出管理措置を、成分化、拡大化する最終規則の一部になるとみられるという。4、この議論は、米オープン AI のチャット GPT のような生成 AI ツールの台頭を受けたものだ。これらのツールが、文化現象となったのは、輸出規制の第一弾が導入された後だった。米国の政府高官や政策当局者は、AI を国家安全保障のレンズを通して見るようになっている。AI を搭載した兵器によって米国の競合国が戦場で優位に立つ可能性がある。また、AI ツールは化学兵器の製造や悪意のあるコンピューターコードの生成に使われる恐れもある。だが、重要な技術を保護しつつ、米企業や同盟国企業の事業への影響を最小限に抑えることは、バイデン政権にとって難題である。ジェイク・サリバン大統領補佐官。国家安全保障問題担当は4月、我々は小さな庭と高いフェンスで、基盤技術を守っていると、述べた。5、商務省は昨年10月、先端半導体及び半導体製造装置に、関する一連の厳格な輸出規制措置を、導入したが、ルールを成分化する正式な規則は発表していない。バイデン政権は昨年の秋以降、最終規則の策定に向けて影響を受ける企業から意見を集め、同盟国の政府と交渉してきた。米国は、半導体製造装置の世界トップメーカーを抱えるオランダと日本に対し、米国の政策に参加するよう働きかけ、規制品目リストの統一を進めてきた。米国はまた、韓国と台湾の半導体メーカーが、レガシー非先端。半導体を製造する中国の、既存工場の創業、拡張を、続けることを認める見込みだ。バイデン政権はさらに、中国などの地政学的な競合国に、対する米国の投資を制限する大統領令も、検討している。以上の5つだ。要点は以上だ。霊夢、続きを頼んだ。お疲れ様。では、読むわよ。米国は対中半導体規制を強化する方針であっても、なぜか完全に中国を締め出すようなことはしていない。だから、韓国製は今のところ、中国に輸出は可能だ。これは何を意味するんだろうな。では、順番に見ていこうか。まず1だが、NVIDIA が中国規制の対象外の性能であった AI 半導体 A800 を中国市場向けに製造した。でも、性能以下であってもライセンス認証がなければ、輸出は許可されないことになると。つまり、この先、中国に輸出したければ米国の商務局の許可を毎回取って、ライセンス認証を受けろと。しかも、3にある通り、今まで許可を得てない AI 半導体は7月に輸出禁止にするとか。これは徹底しているな。NVIDIA にとっては性能以下なのに、禁止かよと。
この先、AI を考えれば AI 半導体の対中輸出規制は当然の流れではあるが、企業からすれば、それに対応するのに苦労していると。さらに2で、バイデン政権は中国の AI 企業に対する、クラウドサービスのリースも制限することを検討している。これも抜け穴を塞ぐ手段だよな。これはあくまでも、検討段階であるが、リースでも中国に使わせるのはいろいろまずそうではあるよな。次に3だが、少し位置と内容が被るが、事前にライセンスを取得せずに、製造したものについては、早ければ、7月上旬にも輸出を、阻止する可能性があると。この措置は、昨年10月に発表された輸出管理措置を、成分化、拡大化する最終規則の、一部になると見られるという、これは性能以下だから大丈夫という根本的な条件を覆す。NVIDIA やアドバンストに関わらず、他の半導体関連もそうなっていくのか。次に読んだが、そもそも対中半導体規制は AI の台頭よりも前だったので、上のような事態を想定してなかった。確かに1年前にこんなすごいイノベーションが世界中に巻き起こるとか、想定もしてなかった。でも、AI というのは、何かをサポートしてもらうのは便利なので、これでミッションの命令書などが、作られていく可能性だって、あるだろう。すでに米国の軍事技術なら AI を、取り込んでるかもしれない。AI ツールは化学兵器の、製造や悪意のあるコンピューターコードの、生成に使われる恐れもある。確かにこれも怖いよな。AI がどこから情報を仕入れてくれるか知らないが、普通にありえそうなんだよな。なんだろうな。近未来でよくあるネタが、もう、現実化しているという。中国に限らず、テロ組織などに、利用される恐れは十分あるよな。化学兵器の製造はともかく、悪意のあるコンピューターコードとかなら、容易に使えそうだものな。日本企業はセキュリティ甘いところ多いしな。そして5だ。米国はまた、韓国と台湾の半導体メーカーが、レガシー非先端半導体を、製造する中国の、既存工場の操業、拡張を、続けることを認める見込みだ。これがよくわからない。ここまで半導体を規制していて、未だに中国の工場で、操業、拡張を続けても、良いとか、それが最先端でなくても、そこから研究が進めば、中国の半導体技術は時間とともに、向上していくだろうに。米国の狙いがどこにあるのかよくわからないが、AI 半導体対中輸出規制強化は賛成だ。中国などに渡せば、ろくな結果にならないだろうしな。では、記事の後半を見ていく。マリサ、記事の後半を頼むわよ。全部、読んでいいわよ。おう、どんどん読むぜ。記事の要点後半。6、27日、韓国銀行によると、4月に韓国が海外から稼いだ音響、映像及び関連サービス収入は、1億2270万ドル約177億円で、昨年同月より 20% 3070万ドル減少した。音響、映像及び関連サービスの収入は韓国が映画、テレビ番組、音楽を制作したり、販売したりすることで稼いだお金を集計した、いわゆる韓流収入と言える。逆に、韓国が外国コンテンツを購入して支払った音響、映像及び関連サービス支給は、4月8920万ドルで、前年同月2600万ドル比 243.1% 増加した。支給額は増えて収入は減り、全体収支の黒字幅は縮小した。昨年10から12月期の、韓流収支は4億9210万ドルの、黒字で、史上最大となったが、今年1から3月期の黒字幅は2億4410万ドルに、減少した。7、最近の韓流収入の減少は昨年まで世界的に人気を集めた K コンテンツがあまりにも多かったことにより、一時的に発生した規定効果の
可能性がある。2019年映画、パラサイト、半地下の、家族、以来。ドラマでは2021年、イカゲーム、と、2022年、ヨンウ弁護士は天才派だ、などが、韓流をリードして歴代9実績を、上げてきたためだ。韓国放送通信大学メディア映像学科の、イ・ソンミン教授は昨年まで、K コンテンツの爆発的な影響力があり、アルバム販売もコロナ禍期間のオフライン公演の代替材として高い売り上げを上げてきたため、今年は規定効果が働いた可能性があると分析した。以上の2つだ。今回は本当に儲かっているのか、怪しい韓流コンテンツの数値である。まず、4月に韓国が海外から稼いだ音響、映像及び関連サービス収入は1億2270万ドル、約177億円で、昨年同月より 20%、3070万ドル減少した。これが韓流収入らしい。しかし、韓国が外国コンテンツを購入して支払った音響、映像及び関連サービス支給は、4月8920万ドルで、前年同月、2600万ドル比 243.1% 増加した。韓流コンテンツより、外国コンテンツが急増していると、今年1から3月期の黒字幅は2億4410万ドルに、減少した。でも、これ韓国の韓流宣伝費が、1000億円だったよな。普通にマイナスなんだが、そもそも、韓流コンテンツのヒット作ないものな。イカゲーム2を作っているそうだが、1を超えるのは難しいだろうな。何はともあれ2億4000万ドルの黒字では全く大したことないですよ。韓国政府は必死に韓流コンテンツを推奨していても、数字の売り上げは全然大したことがない。日本のアニメや漫画など出すまでもなく、ボロボロだよな。ああ、でも、今年は BTS10 周年だから、韓国的に、韓流収入が爆増するはずだよな。いろいろ期待しているぞ。そろそろ限界を迎えてる頃だと、思うが、専門家は危機という認識もあるようだ。軽く見ておくと、ただ、最近の景気低迷が文化産業に、影響を及ぼしたという懸念の、声もある。李教授は、景気低迷の影響で、いろいろなコンテンツの制作が、遅れたり取り消しになったりする事例が、多かったとして、業界の一部では危機という認識もあると、話した。景気低迷が文化産業に、影響を及ぼした。まあ、それはあるだろうな。だって韓流コンテンツ作っても、稼げないなら、作らないよな。ニュースは以上だ。韓国は韓流コンテンツより、今、好調の韓国製の兵器を売った方がいいんじゃない？ウクライナ戦争の特需か。ええ、いくら韓国製でも使いさえしなければ立派な兵器よ。おい、それは使ったらどうなるんだよ。サボテンの花が咲いているわ。クワトロさんかよ。マリサ、そこはタブーよ。いい、聞いちゃダメ。わかった。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございます。次の動画を見てください。チャンネル登録をよろしくだぜ。それでは次回。バイバイ。